クライナ軍激戦地バフムトへ前進も戦況膠着、両軍で死傷者拡大。ロシアの侵攻を受けるウクライナ軍は10日、ロシア軍が占拠する東部ドネツク州の激戦地バフムトの奪還に向けて進軍し、包囲網を狭めている。だが戦闘は足踏み状態が続き、両軍で死傷者が増えている模様だ。ロイター通信などが報じた。ウクライナのマリャル国防次官は通信アプリテレグラムで、ウクライナ軍が最近1週間にウクライナ南部で約10平方キロ、東部で4平方キロの領土を奪還したと発表した。ウクライナ軍幹部は9日、バフムトへの前進に成功していると述べた。ウクライナ軍によると、6月上旬の反転攻勢開始以来、同軍は南部で約170平方キロ、バフムト周辺で24平方キロを取り戻したという。ただし、進軍速度は遅く、ロシア軍はウクライナ軍の優勢を認めていない。ロイター通信は、ウクライナ軍に相当数の死傷者が出ており、衛生兵が不足していると伝えた。また、ウクライナ当局によると、ウクライナ南東部で人道支援物資の配布所となっていた学校施設が、ロシア軍の攻撃を受け、これまでに市民5人が死亡した。一方、ロシア側の死傷者も拡大しているとみられる。英国防省は10日、ロシア軍が負傷兵の応急措置に苦慮しているとの分析を発表した。特に国境地帯では負傷者の増加に医療が追いつかず、軍の病院は将校クラス以外の手当ができていない可能性があるという。負傷兵への対応で一部の民間医療施設も通常の医療サービスを提供できない状態に陥っているとみられる。ロシア兵の死者のうち、多く見積もると約半数は適切な応急処置が講じられていれば助かっていた可能性があるという。サンブリュー、フランス西部、宮川博明。ワグネルが撤退したバフムトで一体何が起きているのか。現地で戦うウクライナ軍の副司令官に聞いた。6月上旬に始まったとされるウクライナ軍による反転攻勢から1ヶ月。ロシアが掌握を宣言した東部の拠点バフムトでは、プリゴジン氏率いる民間軍事会社ワグネルが撤退した後、ウクライナ軍が前進しているという見方が出ている。現地で7ヶ月前から戦っているウクライナ軍の中で最も大きな旅団の一つ、第3独立襲撃旅団のマクシム・ジョリン副司令官に今の戦況を聞いた。ワグネルに代わってロシア正規軍部隊がバフムトに。今、私たちの旅団はバフムト付近で襲撃という軍務を遂行しています。毎日のように敵の陣地の襲撃を行い、その陣地から敵を追い出して先に進んでまた襲撃を行うのです。ジョリン氏によると、バフムトには今、ワグネルに代わってロシア正規軍の部隊がいるという。ワグネルはロシアの部隊の中で最も成果を上げた部隊の一つだったと認めざるを得ません。今の相手は襲撃と進軍ではなく、防衛に従事するロシア正規軍の部隊です。そのロシア正規軍に対する戦い方は、市街戦ではなく包囲戦だとジョリン氏は語る。市街戦は最も難しい戦闘の一つとして知られていますが、私たちの今の目的は人員の損失を減らすために市街戦を避けて周辺の小さな集落を制圧しバフムトを包囲することです。市街戦は大きな損失を伴うためです。バフムトの南と北で進軍を行い、敵が投降するか逃げるかの選択肢しかない状況を作ろうとしています。市街戦ではなく包囲戦でロシア軍を追い詰めている。バフムト市を解放するという今のミッションが始まったのは4月の下旬頃。ジョリン氏の部隊が展開する包囲を目的とした戦いは、ロシア軍を追い詰めているだけでなく、他の部隊のウクライナ兵に心理的な変化を起こしているという。
ロシア軍は私たちの勢いに耐えられません。我々第三旅団は防衛を続けるだけでなく、敵を陣地から追い出すことも可能だということを見せました。私たちに見習って他の部隊も進軍するようになり、敵はウクライナ軍の部隊の圧力と勢いに耐えられなくなりました。敵はバフムトの南と北で陣地を失い、部隊が破壊されています。ウクライナ軍の部隊の中で、私たちも進軍できるし、領土を解放できる、敵を陣地から押し出すことができるという心理的な変化が起きたのです。ロシア側は兵力を5万人に増員。しかし我々は敵の数を恐れない。ジョリン氏は、ウクライナ軍が優勢だと語るが、ロシア兵約5万人がバフムトに集中しているという報道もある。私たちが進軍を始めてから敵は増員を検討し始めました。当初ここにいた部隊だけで抵抗できなかったので増やしたのです。あらゆる部隊がここに移動してきて、私たちの進軍を引き止めようとしていますが、あまり成功していません。ロシア側が増員を始めたのは、ワグネル部隊が撤退し、ウクライナ軍の反転攻勢が始まる前の5月下旬頃。予備軍や複数の空挺部隊のほか、ワグネルと同様に受刑者を集めた部隊などがいるのだという。しかし、敵の数は問題ではないとジョリン氏は強調した。敵の方が兵力や兵器、弾薬が多いという状況下で戦うのはもう慣れてきました。そのため、目の前にいる敵の数を見ても恐れません。敵の数はウクライナ軍のペースに影響を与える可能性はありますが、我々はいずれすべての領土を解放します。敵の数を恐れません。このところウクライナの空爆砲撃数が開戦以来と思われるくらい極端に減っている。しかも戦場での戦闘報告も制限がかかっており、ブロガー内ではこれは次の本格攻撃の準備をしているのではないかとの噂で持ちきりだ。ウクライナ軍の広報もやたらと意味ありげのカウントダウン付きの映像を公開した。近く何かが起こりそうな予感満載だ。期待している。ウクライナ軍、移動式ドローン迎撃車で夜にイラン製軍事ドローン全26機を迎撃、破壊。ロシア軍がイラン製軍事ドローンシャハド136、26機で2023年7月10日夜に奇襲を仕掛けてきて、全26機を迎撃して破壊したことをウクライナのメディアユナイテッド24が迎撃する動画で報告していた。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。2022年10月からロシア軍はミサイルとイラン政府が提供した標的に向かって突っ込んでいき爆発するいわゆる神風ドローンのシャハド136、シャハド131で首都キーウを攻撃して国際人道法、武力紛争法の軍事目標主義を無視して軍事施設ではない民間の建物に攻撃を行っている。一般市民の犠牲者も出ている。ほぼ毎日立て続けにロシア軍はイラン製軍事ドローンシャハド136とシャハド131を大量に投入してウクライナ全土に攻撃を行っている。今回、ウクライナのメディア、ユナイテッド24が伝えていた動画では、移動式ドローン迎撃車に乗ったウクライナ兵が真っ暗闇の中で地対空ミサイルやライフル銃、小銃などで発砲してイラン製軍事ドローンを上空で破壊している。犠牲者はゼロだったと報じられている。ウクライナ軍は公式 SNS でロシア軍の様々な攻撃を迎撃したりすると報告しているが、すべての迎撃を報告しているわけではない。ロシア軍のミサイル攻撃を迎撃したり、戦車を破壊したりすることは日常茶飯事だが、毎回報告することはほとんどない。だが、イラン製軍事ドローン、シャハドを迎撃して破壊すると、公式 SNS で報告することが多い。ロシア軍では、立て続けにイラン製軍事ドローン、シャハドを使用して、ウクライナの軍事施設や民間インフラなどを攻撃している。特に深夜や早朝に大量のシャハドで奇襲を行うことが多い。
昼間は明るくドローンの探知もしやすいので迎撃もしやすい。だが夜や悪天候時には視界不良で探知しても迎撃することが難しい。そのようなロシア軍のイラン製軍事ドローンシャハドでの攻撃に対して、ウクライナ軍では移動式ドローン迎撃車を作り、機関銃や地対空ミサイルで迎撃して破壊している。ミサイルやドローンを探知すると警報、サイレンが鳴り、その場にドローン迎撃車が向かっていき、迎撃して破壊している。移動式ドローン迎撃車の後部に設置された地対空ミサイルやライフル銃で迎撃している。迎撃している兵士らも軍事ドローンの標的にされてしまうので命がけである。このようにロシア軍が使用しているイラン製軍事ドローンシャハドに対してウクライナ軍の反撃能力をアピールしている。反撃能力の維持と懲罰的報復措置、かっこやられたら何倍にもしてやり返すのアピールは、ロシア軍に対する抑止にもなりうる。ウクライナの前線兵士ら、ロシアに勝利し NATO 加盟を。北大西洋条約機構 NATO 首脳会議が7月11日からリトアニアで開催されるのを前に、ロシアとの戦争で最前線にいるウクライナの兵士らは NATO 加盟を切望している。ある兵士は、このような恥ずべき隣国がある限り何らかの同盟に加盟し真剣なパートナーを得なければと語った。 NATO 首脳会議が7月11日からリトアニアで開催される。最前線にいるウクライナの兵士らは NATO 加盟を切望、ロシアとの戦争を終わらせる唯一の方法かもしれないと訴える。もしウクライナが NATO 加盟国なら、この戦争は起こらなかっただろう。私はそう信じている。将来私たちがロシアに勝利した後、NATO に加盟することを願っている。ウクライナ軍は反転攻勢で前進したが、そのペースは遅く、成果も期待より小さい。コールサイン、ポバールはロシア軍の防御は固いと認めたが、彼の部隊は最近、前線南東部の村を奪還したという。NATO 自身、ウクライナ軍を同盟の一員にしたいはずだ。加盟国は私たちがどんな人間で何ができるかを見てきたはずだ。ゼレンスキー大統領は、ロシアとの戦争が激化している間は、ウクライナの加盟は許されないだろうと認めている。ウクライナ政府は、ロシアへの抑止力として NATO 加盟を考えており、その思いは前線の兵士も同じだ。このような恥ずべき隣国がある限り何らかの同盟に加盟し真剣なパートナーを得なければ、これがウクライナにおける最後の戦争になることを願っている。